どうも、キングコロナ大地とシュウです。今回は世界最高のセンターバックファンダイクの守備っていうのを紹介するんだけど、ファンダイクはやっぱ身体的な能力が高いみたいな、でそこはすごい特徴なの間違いないんだけど、結構守備が普通に教えられるものと全然違うのがすごいこう出てきて、それを今回3つまとめたんで紹介したいと思います。はい、それでは行きましょう。今回はファンダイクの守備3つやっていくんだけど、まず1つ目がスピードに乗ってる相手に対するディフェンスの仕方、2つ目が半身じゃなくてフラットな足の守備、で最後3つ目がルーズボールの処理の仕方の3つをやっていきたいと思います。じゃあまず1つ目のスピードに乗ってる相手に対する守備、1対1になった時ってみんなどうする？じゃあ俺がじゃあドリブルでボール持ちます。でこうなった時に俺がじゃあドリブルしてってどういう守備する？体作るって言われる、みんな。そう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 、半身だよね多分。でこう抜かれてもこうついてく、こっち行ってもそのままついてくれる。そうこうやって教わるんだけど、じゃあこれ俺がものすごいスピード乗ってたらどうするか。ファンダイクが一回ムバッペと1対1になった時があって、でその時はムバッペはもう前を向いて全速力でドリブルしてた、もうムバッペの全速力やばいじゃん、どう考えても。やばいっす。ファンダイクそれ止めたんで、そう止めたんで、これ止めた時のファンダイクの守備の体の向きを見てもらうと分かると思うんだけど、こっち向いてる、もう最初から後ろ向いてる。そう後ろ向いてる。多分1対1でこんな守備やってたら怒られるじゃん普通は。だけど相手がスピード乗ってたら結構こっちの方が効率的というか、こっちの方が実は正しかったりして、その時のファンダイクの守備なんだけど、ムバッペがものすごいスピード乗ってて、もうこっちをとりあえず切っとく、で本当に自分がこっちに行かせるって誘導させるんだよ、でファンダイクもやっぱりこう身体的な能力高いっていうのもあるから、それを生かしつつ、いいよ縦にパッと入ったところをこうなんとかギリギリ足でこう押さえて守備できちゃって、相手がボール蹴る瞬間とかをこう足伸ばして取る、こう当ててコーナーにさせるとかでもいいし、まあ最悪スライディングするっていうプレーにする。2つ目がフラットな足の守備。フラットな足の守備、そう相手があんまスピード乗ってない場面で1対1になることもやっぱすごい多いじゃん。そうでその時もやっぱりこう半身になるのが基本形だと思ってる。そう、だけどこの半身だけじゃなくて、実はこう足をフラットにする守備もあるっていうのを今回伝えたくて、このフラットな守備の特徴っていうのが分かりやすいのは、反復横跳びそうする時ってこうやってやりながらやる人っていないじゃん。やんないでしょ。はい、大丈夫。でこれを活かしてこう常に足をこう踏んでいく感じで、体重移動がこうどっちもすぐできるような状況を作ってで相手が抜いてきた瞬間をこうパッと行く。なるほどね。ファンダイクのこのフラットな守備の特徴っていうのが、ドリブルしてきて抜いてくる瞬間の体の寄せ方もちょっと特徴的で、いいじゃん抜いてみて。普通ボン抜くじゃん、ボールの前出してしたらさ、ここで走ってこうやっていくじゃん、これが多分普通なんだけど、ファンダイクの場合はちょっとボール出して、そしたらもうここをまず寄せてこういくの、まあ、相手をもうほぼ押すみたいな。多分日本でやったらもしかしたらファールもらっちゃうかもしれないプレーなんだけど、でも多分世界のそういう戦いの中だとなかなかファール取られにくいプレーなんだよね。こういう感じ、腕でこう押すようなぐらいの守備をしてる。じゃあラスト3つ目が、これもさっき2番目でやったそのフラットな守備の後の体の当て方とかなり似てて、こういうルーズボールに対して、まあ、多くの人っていうのはこのボールに対して目がけて走ってくる。そうだね。そう、まあ、これが基本っていうか
つい考えたらボールを早く触りたいからってのは分かるんだけど、まずやっぱこっちだね。体先に行く。こうやってなんとか触れそう。自分の方が速い時って多分こうやってドリブル開始しようとするって。そうだけど海外の選手ってめちゃくちゃ多いのが、来た時に先にこう当たっといてからこうみたいなプレーがすごい多い。この人をブロックするっていうのを優先で考えてて、ボールを確保する確率を上げるためにこの人を先に潰しておくっていうプレーがすごくうまい。ファンダイクはルーズボールになった時、まあ、体も強いっていうのももちろん正直あるけど、うん、だけどそういう動きっていうのをすごいこう細かくやってて、それがすごい特徴。今回ファンダイクの守備を3つ紹介したんだけど、うん、教えられることと結構違う守備が多かったと結構違う、ね、うん、と思うんだけど、うん、まあ世界最高の選手でもやってる、まあ、それで世界最高って言われてる、うんうんうん、からやっぱ教科書通りのこういう半身の守備がいいっていうのももちろんそういう場面もあるよ、もちろんあるんだけど、うんうん、そればっかじゃないっていうことを考えて、とにかく一番ボール奪えることは何なのかってこう考えながらプレーするのすごい大事っていうのを今回伝えたくて、紹介しました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。はい、それではバイバイ。